町が変わっていく、そのきっかけは皆さんが今通行している南北自由通路でございます。この南北自由通路はバリアフリーを実施するためのものであります。階段を皆さん上り下りいただいてますが、ベビーカーを押すお母さんや体のご自由な方はエレベーターをご利用いただけます。また自転車を乗せる容量もございます。このエレベーター、今まで長く開かなかった開かずの踏切、この踏切の周りには多くの行列が出来上がりましたが、現在ではこの開かずの踏切の周りに人だかりができることはありません。これはまさに街づくりによって皆様方の生活が便利になったということであります。街づくりを行政とともに進めてきたこの民間企業、そして私たち政治家一体となって進めてきた南北自由通路が昨年出来上がり、そして南口のバスロータリーが完成をし、ここから空港バスに乗って空港に、そこから日本中あるいは世界中に旅立つことができるわけであります。まさにこの最大利益は県庁の所在地奈良市の玄関口として、これからますます皆様方が利用利便性を高めることのできる便利な駅となったわけであります。皆様、この度の選挙戦実績のある小林茂樹をぜひともお選びください。まだまだ厳しい状況でございます。皆様方のさらなる後押しが私には必要でございます。なんとか皆様方力をお貸しください。教育と街づくりを訴える小林茂樹、ぜひとも小林茂樹にその仕事をさせてください。小林茂樹をぜひともお選びください。皆様方、明後日が投票日でございます。ぜひともこの奈良1区からは小林茂樹を国会にお送りください。地元最大級の小林茂樹でございます。何卒よろしくお願いいたします。